よし、これで忘れ物なし。ふみこ、もう行くぞ。はいはい、わかってますよ。東京から新幹線で数時間。もう何度も通ったこの道のりを行くのも、これで最後なんだと思うと、少しばかり寂しい気持ちになりました。私の息子は、明日の試合で引退します。行け行け、回れ回れ、つよし、行け、頑張れ。息子のつよしは小さい頃から根っからの野球少年でした。周りの友達がやってるからって理由で入った少年野球のチームではいつも4番。最初は大丈夫かなと心配することも多かったのですが、チームメイトや監督から頼りにされているその姿は私の自慢でした。母さん、やった、アメコを受かった。本当、やったじゃない、やったやった中学生になっても変わらず野球を続けていた息子は、当然のように甲子園を目指すようになりました。そして念願だった県外の野球の名門校に入学が決まり、あの時は二人して泣いて喜びました。これで息子は高校でも野球を続けられる。でも、現実はそんなに甘くはなかったようで。え？野球やめたいってどういうこと？母さん、俺、もう無理かもしれない。息子が入ったのは名門校の野球部。当然ながらレギュラー争いは戦争そのもの。中学生までは地元でエースだった息子にとって初めての挫折でした。しっかりしなさい、つよし。あんたアメ校に受かったのよ。落ちた子もたくさんいるのよ。あんたにはまだチャンスがある。しっかりしなさい、エース。母さん、ありがとう。そんな電話をもらったら、いても立ってもいられなくて、新幹線で片道数時間の道のりも何のその、私と夫は3年間毎回息子の試合を見に行きました。でも、お、つよしいたぞ。え、どこどこ？ほら、あそこ、斜め左の下のスタンド。行けー！行け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 ！アメコー！つよしは入部して初めての試合のレギュラーにはなれませんでした。でも、スタンドから一生懸命に仲間を応援する姿は、一皮むけたような男らしさが見えました。それからというもの、幾度となく試合に足を運びましたが、つよしがレギュラーに選ばれることはありませんでした。それどころか、ベンチ入りだって一度もなし。私たちはいつも、スタンドにいる息子の姿を見守っていました。夏の甲子園には、レギュラーの皆さんが連れて行ってくださり、私もつよしも、甲子園に足を踏み入れることはできました。熱気がすごくて、これが高校球児の思いなんだと、ひしひしと感じていました。その陰で息子が応援しながら涙を流していたこと、私はきっとこの先忘れることはないでしょう。つよし、いる？おお、いたいた。今日もスタンドだな。行け、行け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 、アメコー！3年生の引退試合だっていうのに、やっぱりスタンドなのね。まあ、強しらしくていいじゃないか。母さん、父さんも、引退試合見に来てくれてありがとう。お疲れ様。3年間よく頑張ったわね。スタンドからいつも一緒に応援してたぞ。お疲れさん。この後の父母会でも一人一人挨拶あるけど、母さん、父さん、今まで野球続けさせてくれてありがとう。レギュラーになれなくて本当
ごめん。いいんだ。三年間何かに必死に食らいついて一生懸命頑張った。それは他では得られない財産だぞ。これからもこの三年間のこと、忘れずに生きていけよ。うん。うん。ありがとうございました。私たちの息子は三年間レギュラーにはなれなかったし、補欠にもなれなかった補欠選手だけど、これからも私たち家族の最愛のエースです。